はい、こんにちは、レトスの小野です。8月21日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。志を失うな、人間逆境の中に成長がある。これはある事業家の言葉です。受験勉強も同じことが言えます。志とは宅建合格のことです。逆境とは解いても解いても間違えてしまうことです。解いても解いても間違える問題はどうすればいいか。それは原因を考えて、それに対して対策を練る。そしてその対策、これを実行する。これの繰り返しなんですね。例えば数字を覚えられていないことが原因で何度も間違えるというのであれば、語呂合わせを作ってそれを覚えるっていう対策がありますよね。そして実際に語呂合わせを作ってみて、問題を解く際にその語呂合わせを使って解いてみる。これを繰り返すわけですね。まあ、これ一例なので、原因が異なれば対策も変わってきます。自分自身で原因を見つけて、その対策を自分で練って、で、その対策に従って実行していく。ぜひ行ってください。それでは本日の3問に入っていきます。A の B に対する貸金債務について、A の保証人 C が B に弁済した場合、C は B の承諾なくして B に代位する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。まずこの問題文の状況なんですけれども、 A が債務者で B が債権者、 C が保証人といった感じです。なので、まあ、イメージとしては、まあ、B さんが A さんにお金を貸しましたよと、でその保証人が C さんですよっていうイメージが分かりやすいんじゃないのかなと思います。保証人 C が B に弁済した場合、保証人 C は債権者 B の承諾なく B に代位する丸か×かという問題ですよね。なので保証人 C がまず B さんに弁済してるんですね。債権者に弁済します。で B に代位するっていうのは、まあ、イメージとしては、まあ、債権者 B の地位が C さんに移行すると、つまり C さんが債権者になる。もっと簡単に言えば、まあ、債権が C さんに移転すると、まあ、いったイメージなんですね。で結論から言うと、 C が弁済すると、弁済によって当然に債権者 B が有していた債権、これが C に移動するんですね。で債権者の同意は必要ありません。なので丸になるということです。これ債権者 B の地位を引き継ぐっていう言い方して、法定代位っていうんですね。で結果として、まあ、弁済した保証人が債権者になって債務者に対して弁済を求めることができるっていう話なんですよ。 C さんが債権をもらいますよね。だから C さんが債務者 A に対して請求できる、まあ、求償っていう言い方するんですけども、請求できるっていう話ですね。で問い2ですね。 B が用途地域内の自己所有の農地について道路を設けて区画割りをし、その売却を業として行おうとする場合は、 B は免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。で答えは×ですね。免許を受ける必要があります。これは昨日のポイントと同じなんですね。用途地域内の土地っていうのはもう原則宅地扱いです。ただし政令で定める公共施設用地、これは宅地には該当しないんですね。道路とかっていうのは宅地には該当しません。で今回の問題っていうのは、もともと用途地域内の農地ですよね。ここにも書いてある通り、用途地域内の農地なんです。これを道路を設けて区画割りをするんですけども、そもそも農地だということなんで、もうこれは宅地なんですね。宅地扱いです。したがって宅地の売却を業として行おうとする場合は、 B は免許を受ける必要はありますので、誤りだというふうになります。で個別指導ではこの免許の要否の簡単な解き方、これをお伝えしております。免許の要否の問題っていうのは、まあ、どんな応用問題や引っ掛け問題が出たとしても、これ確実に得点できる分野なんですね。なんでこれ絶対得点していただきたいんですよ。ここで引っかかってたりしていたら、なかなか合格できませんので、免許の要否については絶対に失点は避けましょう。で問い3ですね。民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には、農地法3条の許可を受ける必要はない、丸か×かという問題です。答えは許可を受ける必要はありませんので、正しいですね。農事調停により農地の所有権を移転する場合、まあ、取得する場合ですね、この場合っていうのは3条許可不要です。
で、農地の売買とか貸借などで揉めた場合ですね、はじめは農業委員会が入って解決を図るんですけども、まあ、それでは収まらない場合ってあるんですね。まあ、そういった場合に裁判所の調停機関が入って話し合いをします。まあ、もっと具体的に言うと、まあ、調停委員っていうのが、まあ、いるんですよ。その調停委員が間に入って話をしてくれるんですね。でも、これが農事調停です。そして、例えば、裁判所の判断で、農地の権利は A さんにありますよって決めた場合、それに対して農業委員会が許可しないっていうのもおかしいですよね。もう裁判所は決めたことじゃないですか。まあ、厳密に言ったら調停委員なんですけども、まあ、裁判所の判断で決めたことなので、もうこれは、農業委員会はタッチせずに、まあ、許可不要にしましょうと、まあ、いうことです。裁判所が判断したんだから、あえて農業委員会に許可を必要としなくてもいいですよね、と、まあ、いうことですね。この点は回答だけ覚えていただいても全然問題ございません。つまり丸暗記ですね。この部分はもう丸暗記でも全然いいです。農事調停の場合は許可不要なんだと、参上許可不要だってことをそのまま丸暗記していただいても問題ございません。そして今販売している予想模試の解説の中身を少しお見せしたいと思います。あなたがお持ちの予想模試の解説、市販の予想模試や予備校の予想模試の解説とぜひ見比べてみてください。何が違うのか。またどうしたらこれから合格を目指すことができるのか、そこまでお話ししておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。